はい、ブドウライダーみっちゃんねるの佐藤です。今日は東北初出店バーガーキングに初めて来てみました。まあオープンしてからもう結構経つんだけどね、オープン直後の込み込みの時になんかアホらしくて並んでまで来たくないんでね、混んでる時は避けてさらに混まない時間を狙って来てみたらもう全然ガラガラに空いてるじゃないですか。群衆心理っていうやつは恐ろしいよね。混んでるところで並んで時間をかけて体力を消耗してまでたかだかハンバーガーを食いに行くんだからね、ちょっと待てば並ばずとも余裕で座って落ち着いて食えるっていうのにね。個人曰く待てば回路の日和あり、昔の人っていいこと言ってたっちゃね。まあ話は全然変わんだけど、この間同級生の友人寮にちょっと聞いてもらいたい話があったもんで電話をかけてみたんだが、忙しいわけでもねくせに出なかったもんで、今度は別の同級生の友人トシに電話をかけたら、これまだ出なかったんだけれども、その後にトシの方がいち早く折り返してくれたんで、トシに俺の滑らない話を聞いてもらった後お互いの近況を話し合ったりして、まあそれなりに盛り上がったんだけど、トシは俺の YouTube を見てくれているらしいんだけど、トシんちの奥さんと息子もたまに見てくれているんだとか。トシんちの息子は高校生らしいんだけど、いくら俺の動画が世界一面白いとはいえ、さすがに思春期の若者やマダムに受け入れられるとは思いがたい。ダゲットせっかく見てくれてるって言ってるんだから、ここは一つ完全に鵜呑みにして、トシの息子ユミちゃん見てるなんつってね。まあこんな余計なことをして思春期の高校生やトシんちの奥様にディスられないことを祈るばかりです。まあなんだかんだで初めて来たハンバーガー屋だっていうのにまだ一切食レポをしていないわけですが、はっきり言って普通に美味しいね。でもまあ言うなればバーガーキングでなければならない特別感は何も感じないような気がする。でもきっとそういうところだよね。俺ももっとブドウライダーみっちゃんねるでなければならないオリジナリティある動画をバンバン配信していきたいもんね。最後に思春期のトシんちの息子に一言、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい、丸大ハムなんつって。ブドウライダーみっちゃんねるの佐藤でした。よろしく頼むぞ。